防衛力を整備をしていただいて、抑止というものを高めていただくということと、外交力を遺憾、ね、なく発揮をしていただいて、北朝鮮に対してです、ね、核開発をさせないということにつなげていっていただければというふうに思います。